皆さん、こんにちは。現在テレビ朝日ドラマ「デスティニー」で共演しているカトゥーン亀梨和也さんとフリーアナウンサー田中みな実さん、お二人は現在真剣交際中。二人の年齢的にも結婚間近だと言われ、このドラマが終わる頃に結婚するのではないかという噂も。そんな田中みな実さんが過去フジテレビ「突然ですが占ってもいいですか?」に出演した際に言われていたことがあまりにも当たりすぎていると話題に。また田中さんといえば、オリエンタルラジオ藤森慎吾さんとの破局の際に随分引きずっている様子もありました。今回は田中みな実さんと亀梨和也さんとの関係についてや田中さんの過去についてご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。亀梨和也さんと田中みな実さんの電撃結婚のことの発端は、大晦日にフライデーが報じた男性アイドルと元局アナが元日婚へ、ベテラン芸能レポーターが掴んだ超ド級の熱愛結婚情報という記事が始まりでした。記事中にいくつも散りばめられたヒントから、これは亀梨さんと田中さんではないかと正解に導かれたようです。そして日付を超えた2024年1月1日午前4時ごろに事務所からのコメントが発表され、この婚約報道がガセではないことが発覚。亀梨さんの所属事務所スマイルアップは取材に対し、お仕事をご一緒して以来仲良くさせていただいておりますとコメントし、交際を否定していない状況から本格的な真剣交際だと報じられたのでした。亀梨さんと田中さんの馴れ初めは雑誌マキアの2023年11月号での対談がきっかけだとされています。亀梨さんが担当しているマキアの連載で1年半ほど前から対談希望の相手に田中さんの名前を挙げていました。それが叶ったということで、対談と撮影は夜遅くまでかかったにもかかわらず、2人は疲れた様子を見せなかったそうです。お互いの顔が触れ合うほどギリギリ密着したショットに現場はドキドキだったとか。この対談後2人は親しくなり、その後の交際がスタート。亀梨さんの恋愛観は、ふとした時にハンカチやティッシュを差し出してくれる女性にグッとくると番組で語っていました。気が利く女性に惹かれるようで、年齢や立場に関係なく自分の好きになった人がタイプです。さらに亀梨さんの結婚観については、将来的には結婚を望んでおり、好きな人と子供を作りたいという願望を持っているようです。そんなお二人の結婚時期についてですが、現在共演しているドラマ放送が終わり、落ち着いたら結婚発表するのではないかと言われています。テレビ朝日ドラマデスティニーで共演しているお二人、同作の主演は石原さとみさんで、亀梨さんがその相手役を務めています。田中さんと亀梨さんの関係性も相まって話題を呼んでいるこのドラマ、視聴率も良く今後の展開に期待されています。そんな田中さんと亀梨さんの熱愛で話題に上がったのが、過去の田中さんの占い結果、フジテレビ突然ですが占ってもいいですか?ではたくさんの芸能人が占われ、後日答え合わせするかのような、その通りになる結果にたびたび話題を呼んでいますよね。2021年6月23日放送の同番組で占われた田中みな実さん、この時結婚をするのかしないのかが知りたいと話し、最強占い師星ひとみさんは田中さんの基本的な性格を読み取り、カリスマの星を持っている、綺麗好きですね、ティーバッグですかと尋ねます。それに対し田中さんは、履きますね、ガードルを履くのですれないようにと焦りも恥じらいもなく大胆に返答しました。ここからどんどん話はエスカレート。多分セックスめちゃめちゃうまいと星さんが夜の話を振ると、田中さんは顔を両手で押さえながらもなんだか嬉しそうに笑顔を見せました。田中さんは2016年当時テレビ出演をし、自らのセックス感を語っています。番組内ではシャイな日本人男性が相手だと自分がリードするパターンになることもあり、女の子は引っ張っていってもらいたいという話の流れから、田中みな実もそうぐいっと引っ張ってほしいと質問を受け、
うんとにやつきながら返答していた田中さん。やはりおっとりとした見た目から想像できる通り、基本的には男性側から引っ張ってもらいたいタイプのようです。また別の番組では、田中みな実はセックスを断らないということを語り、昔の彼氏と1ヶ月してなかったこととかあるやろと聞かれると、ないと否定。彼氏とは最低でも毎月1回以上は好意があるものという認識を示しました。この発言からは田中さんの性欲の強さがうかがえますね。ずっと一緒にいると男性の方も飽きてしまう気もしますが、ご無沙汰になる前に田中さんからアプローチするということでしょうか。羨ましい限りですね。また占いでは、過去を振り返ると30歳を機に恋愛でぐちゃぐちゃ、30、32歳が結婚したかったのか、焦りとか破壊に導くっていう形で選んじゃいけない人を選んでいるし、六本木臭がすると推測され、田中さんははいと理解を示しました。田中さんといえば、オリエンタルラジオ藤森慎吾さんとの交際が過去話題でした。田中さんの方が藤森さんにぞっこんで、破局から2年ほど引きずったという話も有名です。藤森さんと別れてからは田中さんはたびたび、芸人さんと付き合うのは大変、別れてからもずっとネタにされちゃうと嘆いていたんだとか。それで学んで、交際に関するスキャンダルにはかなり敏感になっているようです。付き合いたい人としか2人で食事に行かないと話していたこともあり、相手がチャラいからといって田中さん自身が奔放なイメージはありません。何事も完璧主義なようで、かなり尽くすタイプだと言われています。亀梨さんとのことが世間に報じられたのも、結婚を意識して真剣交際だからこそだということがこれでわかりますね。現在、亀梨さんとの交際が噂されている田中さん、現在田中さんは37歳、亀梨さんも田中さんと同い年なので、星さんの占いで言われていた年が離れている人は離婚しますという部分は大丈夫そう。相性はいいのでしょうね。ドラマ収録と同時に結婚、そして出産という流れが実にふさわしいのではないでしょうか。桁違いの数の女性ファンを持つ田中さんが出産しママタレとなったら、これまでのママタレでは到底太刀打ちできず、それどころか産中から産後にマタニティ関係や赤ちゃんグッズのプロデュースをするだけで数億円規模のビジネスになるのではと、すでに界隈で話題となっています。間違いなくお似合いの夫婦となるであろうお二人ですが、果たしてどれほどの人が二人の結婚を祝福するのでしょうか。この後の展開に注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いします。それではまた。